こんにちは、産業グラビアの原拓海です。さあ今回は動画の作成にあたりまして、放送選手講座でご指導いただいた内容を一部参考にさせていただきました。日本放送技術協会様、その説は大変お世話になりました。リンクを下記の概要欄に貼っておきますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。さあ皆さん、パッケージに求められる役割とは何か、パッと思い浮かぶ役割はございますでしょうか。代表的なパッケージに求められる機能は3つあるというふうに言われています。まずそのうちの1つ目が内容物を保護するという、守るという機能です。続いて2つ目はパッケージデザインによる販売促進および情報の伝達。そして最後の3つ目が物流における荷扱い性の良さ、運ぶという機能です。今回の動画ではその中でも内容物を保護する守るという機能について着目をしていきたいと思います。今回も前回同様、メリコちゃんに登場してもらいましょう。それでは皆さん、どうぞご覧ください。頑張るパッケージ物語、メリコちゃんの順調編、おいしい茶で頑張るの巻。メリコちゃんとガンバ君は賞味期限は同じですが、パッケージが違う商品をそれぞれ購入しました。メリコちゃんが購入したのは、元気で頑張っているパッケージですね。ガンバ君が購入したのは、あれあれ、それ大丈夫？なんだか元気がないパッケージですね。お家に帰ってそれぞれ開封しました。ガンバ君は一口食べてみてびっくり。うえ、鮮度がなく美味しくありません。一方メリコちゃんは、うーん、美味しい。メリコちゃんは感動。頑張るパッケージは消費者の手元に届くまで酸素を遮断して鮮度を保ったり、香りを閉じ込めたりします。そしてその食品の良さをパッケージ内に封じ込めます。鮮度そのままの食品を提供するために、パッケージには様々な役割があるんですね。続く。さあではおさらいをしていきましょう。パッケージのデザインには食品の安心安全を守るというとても重要な役割があります。もしもパッケージがなければ、普段皆さんが食べている遠く離れた場所で何日も何ヶ月も前に製造された製品は人体に影響を及ぼす有害な菌に汚染されてしまいます。また今回、内容物を保護する守るという機能に着目をしたのには、フードロスという問題がピックアップされているという理由もあります。現在フィルム業界では賞味期限を少しでも長く、そして廃棄のロスを少しでも少なくできるように日進月歩のチャレンジが続けられていますので、要注目の分野となっております。ところでパッケージはわずか数グラムの重量です。そのわずか数グラムの重量で何十何百倍もの重量を持つ食品を守るパッケージ、なんだかけなげで好感が持てませんか。それではまた次回。